旧五輪協会堂園系旧五輪協会堂は、長崎県五島市の区下島にあるキリスト教の協会堂である。1881年に建てられたカトリック浜脇協会の旧協会堂をそのまま移築したもので、国の重要文化財に指定されており、ユネスコの世界遺産候補で2018年に登録審査が決まり、同年6月30日に世界遺産登録が決定した。 長崎と天草地方の潜伏霧死体関連遺産を構成する区下島の集落に包括される教会である。1985年、隣接地にカトリック五輪教会が建てられたことにより、福江市に寄贈され、保存公開されている。1881年に建設された旧教会堂は、長崎県にある教会堂としては、大浦天主堂に次ぐ古さを持つ。 木造協会であり、移築の際に特に改修をしていないことから、創建当時の姿を残している。郵便番号853-2172長崎県、五島市わらび町993-11ただしこの、協会へのアクセス道路は登山道のような道しか、ないので、雨天時の訪問は困難である。a b c 九五輪協会道分解産データベース。 文化庁 a b 九五輪協会堂長崎県の文化財長崎県学芸文化会 a B 長崎天草の潜伏キリシタンが世界文化遺産に決定22件目。産経新聞。 https://www.sankei.com/life/news/180630/lif1806300038-n1 と html2018 年6月30日閲覧 ?ab 長崎と天草地方の潜伏キリシタン世界遺産に読売新聞 http:///。w w w 読売 COJP カルチャー2018万631と 1T5066HTML2018 年6月30日閲覧9五輪協会堂長崎の教会群とキリスト教関連遺産長崎県世界遺産登録推進室ありがとうございます